皆さん、こんにちは、レコです。家にブリとリンちゃんがいて、朝ね、散歩するんですよね。リンちゃんは散歩しないけど、タイピーがちょっと朝ゆっくり寝てたりして、私も心配なので、ラルフと一緒にね、ブリを連れていくんですけど、もうね、ブリがね、どうやってお散歩をやってるのかちょっとわかんないけど、もう力があってね、すごいんですよ。ぐいぐい行くから、もう体が宙に浮くような感じで走っちゃって初日は大変でした。2日目はね、少し慣れて、ちゃんとね、お利口に歩くようになったんですけど、なんかやっぱり静かな場所に住んでるせいか、こっちの方がね、車が多くて、なんか音がね、怖いみたいな音に反応しますね。そんなちょっと写真がありますので、散歩の様子ね、こんな感じです。どうぞ。はい、こんな感じでした。まあ、ブリちゃんもまだね、子供なんで、いろんなことこれからね、覚えて、いくと思いますが、しつけ頑張ってください、タイピー。はい、お友達が言ってましたけど、最近またなんかね、私たちの噂を知ってるらしいですね。某チャンネルで、いろんな噂がものすごい飛び交ってるけど、まあそんなに気にしてません。どっちかって言ったら、そう、そういう噂する人たちは話題にしてくれてるからね、ありがたいです、ね、マイナスなことが多いと思いますけどね。でも私もよく感じるっていうか、自分の心情として、自分が目で見て信じたものしか信じない。人が悪いこと言っても、脳にね、焼き付いてはしまいますけど、実際に会ってその人がどんな人か、自分の印象で感じたことを感じようと思う。だから知らない人のことをあどこだ言ってはいけないし、そういうふうに息子にもね、そういうふうに言ってます。そういうふうに育ててきたつもり。だからきっと噂してる人はそういうふうに育っちゃったんだな、きっと。どっちがいいですかね。人の噂をするように、もうそんなの話してもいいよ、人のこと何言ってもいいからねって、悪いこと言ったって別に全然大丈夫みたいに言うお母さんと、人のことは何にも言わないで自分のするべきことをしなさいよっていうお母さんと、どっちに育てられたいって言ったらわかるよね。そう、そういうことですよ。自分のするべきことをしたら、そんな噂してる暇はありません。そうなんですよ。それでね、今日ちょっとコメント欄に、子育ての時はノイローゼ、不安にな思うことありましたかっていう質問があったので、すごく古い昔の記憶を引っ張り出してお答えしますけど、ね、赤ちゃん産んだ後ね、近所の赤ちゃん産み仲間とママ友とね、ノイローゼなってない?なってない?ってみんな言ってました。そういえば
って眠れないもんね。私なんかも母乳だったので2時間起きとかそんな風に起きて母乳で育てたと思います。だからね、当然夜眠れないし、大変だったと思いますよ。母乳じゃないと結構眠ってくれるんだよね。そう、楽なんだけど、いろんなこと考えると、例えば母乳だといっぱい出ないから、赤ちゃんがすごく噛むじゃないですか、こう咀嚼っていうか、だからこう丈夫になりますよね。絶対歯にもいいし、虫歯になる成分が入ってないわけだから、母乳には。だからできるだけ母乳をあげると赤ちゃんは鼻呼吸になるしね、鼻から息を吸うってすごい大事じゃないですか、口呼吸よりね。それもいいし、もう悪いところは一つもないわけですからね。でも母乳が出ない人もいるからしょうがないけど、そんなの話だったっけそう、そのノイローゼにならないかっていう話ね。そう、私大丈夫でした。でも仕事しながらとかね、そういうお母さんは大変だと思う。夜睡眠不足になっちゃうからね。だから本当はできるだけ子供が小さいうちはお母さん働かないで育てた方が本当はいいけどね、まあいろいろ事情がありますからね。そうだね、お母さんが具合悪くなったら本当に子供もかわいそうだから、ノイローゼにならないように睡眠をよく、まあ、睡眠を取りなさいって話しかしてない感じだけどねえ、あれでしょ、やっぱりセロトニンが出なくなっちゃうでしょ、ここのね、この辺にあるんでしょ、ホルモンが、大変ですよね。そう、ノイローゼにはならなかったけれど、どうやったらノイローゼにならないかっていうのは、やっぱり午前中の10時までの太陽光線を浴びるといいっていう話をよく聞きますよね。だから夜ずっと起きてて朝寝ちゃうとか、なんかこう逆転するとやっぱり体内の時計が狂っちゃうので良くないっていう話は聞きますよね。やっぱ朝の光を必ず浴びて体内時計をきちんとして、そして体を動かすこと大事ですよね。規則正しい生活っていうんですか、大事だよね。赤ちゃんを産むことによってちょっとそこら辺狂うかもしれない。産むまでの間の方がまだ楽なんだよね。産んじゃうとやっぱ子育てが始まるので大変になりますよね。もう慣れるしかないね。あとやっぱり困ったら周りのサポートあったらいいよね、全くないっていうのがちょっと大変かもしれないね。おばあちゃんとかおじいちゃんとかいる、やっぱり昔の大家族はそれなりに大変だったけど、そういうサポートがされやすい良い点もありますよね。あと先人の知恵っていうんですか、そういう年長者の知恵袋じゃないけど、そういう助けもあるしね、近くだったら助けてあげたいけどねねえ、ほんとお子育てするお母さん頑張ってね。で5歳までなんとかさ、従順さ子供に教えてあげてください。
ね、親を敬う気持ちっていうかね、それが根付かせるっていうかね、それをすごい大事だと思う。親に従順っていうのは、あの命も守りますからね。またお話します。大丈夫かなこれでねえ、はい、じゃあまたね、また何か質問してください。こんなんでよければお話しします。ありがとうございました。じゃあまたね、元気でね。